黒いポケモンってなんか魅力を感じるのはどうしてだろう。虫さんが黒色が好きだからじゃないですか。なるほど、私の好みの問題か。そんな黒好きな私が超おすすめする黒ポケモン。あれ、ブイズ、また変化したんですか。そうなんだよ。全員氷タイプになったと思ったら、今度は黒色フォルムになっちゃった。それぞれのタイプのカラーがアクセントになってますね。今回も盛りだくさんブイズと戯れましょう。ブラッキー、あんまり変化ないですね。そりゃもともとブラックだからね。でも黄色の部分が白色になってるね。エイフィは完全に黒色、元の風格は全然ないな。それでもついてくるブイズ派可愛いですね。いつもよりちょっとサイズが大きいけどね。残りのグレイシア、ニンフィア、EV。前回変化を見せなかったグレイシアも、バッチリ今回は黒色に変身。あんまりひしめき合うと何がなんだかわかんないけど、3匹ぐらいがちょうどいいね。通常色と戯れたい。ポケモンが黒くなる現象はトゲピーたちにも伝染しています。あれ、でもトゲピーは意外と変化なさそうですけど。卵の殻のところだけ墨かけられたみたいになってるね。とっても可愛い。でもやっぱりトゲピーは白色がいいかな。フェアリーに黒色は似合いませんね。トゲピーは、殻の部分が黒くなるだけで済んだけど、トゲキッスはものの見事に全身墨汁を食らったようです。全身真っ黒になってますね。もはやフェアリーじゃなくて悪タイプ。天の恵みプラス王者の印持たせて、エアスラ打ちまくってひるませまくるっていう、悪魔的戦法を極めた結果、体の色も悪魔的な色になっちゃったのかもしれない。王者の印の持たせすぎには要注意ですね。それか、王者の印持たせて通信交換するとこうなる可能性もあるのかもね。このトゲチックとトゲキッスもあれだな。夜になると見えなくなるシリーズですか。おっ、よくわかったねポタくん。主さんが真っ黒のポケモンを見たら、絶対にその言葉を発しますからね。お見通しってわけか。黒いといえば、忘れてはいけないのがこのポケモン。レッグーザですか。確かに色違いは黒色ですもんね。色違いとちょっと違うの、わかるかな。若干色違いと雰囲気が違いますね。あ、黄色の部分が赤色になってる。よくぞ気づいたポタくん、その通りだ。ちなみにこれが色違い。色違いは黄色が含まれてるのに対して、こっちのレッグーザは真っ赤っかだね。主さんお気に入りの配色ですね。確かに、このレッグーザ超かっこいいじゃんね。でも色違いと似てるから既視感。覚醒したらもっとかっこよくなるのは皆さん予想していたでしょう。これが新しいメガレッグーザです。めっちゃかっこじゃん。主さん大興奮ですね。シンプルに赤と黒が一番かっこいいんだよな、やっぱ。ただでさえかっこいいメガレッグーザがこんな配色になったら発狂の一つや二つしたくなるのです。おー。今度はギルガルド。こちらも赤と黒。さらに銀色を合わせたスーパーフォルム。ご覧の通りかっこいい。このピクセルモン特有のアクションも好きなのだ。最新世代の各系にも、なんとオリジナルテクスチャが。テーマは、宇宙的な感じ。幻想的なスタイルになってます。全員デザインが統一しているようですね。守り神が一丸となって衣替えをしたようです。カプブルルの変貌ぶりもすごいな。とても草タイプとは思えませんね。でもあんまりレヒレには変化があるっちゃあるけど、元と同じ雰囲気を感じる。テテテフの頭の帽子みたいなの自分で浮いてて落ちそうだな。本体と全然違う動きしてますね。まさか上の帽子みたいなの、石を持っているのか。個人的にレヒレの姿が結構お気に入り。元のフォルムとこの色がすごく合ってるよね。確かに、各系の中なら一番似合ってますね。あんたは自分で動くその帽子をどうにかしなさい。ブイズとは違ってすごい圧感を感じる。そりゃ純伝説ですからね。これで終わりだと思うことなかれ。なんとまた違う姿の各系がいるのだ。おお、今度は緑色に輝いてますね。全員がブルルの影響を受けた結果、ってブルルも元が緑なわけじゃないか。ギャラドスに金銀があったように、各系には緑と紫がありました。皆さんはどっちが好きですかね。でレヒレを観察。主さんレヒレお気に入りですね。水タイプだし、何かと惹かれるものがあるのかもしれない。それでも全員観察。相変わらず帽子脱げそうだし。色違い編に挟んで何回か行ってきたこのテクスチャシリーズ、いよいよ大詰めになってきました。まだ隠された、インパクトのあるオリジナルテクスチャポケモン、期
待しましょう。レッグーザを超える超かっこいい系ポケモンは出てくるかな？